NTT ドコモ USA、NTT ドコモ USA、NTT ドコモ USA は、米国内で事業を展開している NTT ドコモグループの企業、通称ドコモ USA。アメリカにおいて、在米日本人や米国への長期出張者向けの MVNO サービス、ドコモ USA ワイヤレスや、在米日本人向け携帯電話取り次ぎ販売サービス。 NTT ドコモの市場調査業務、米国を含む海外駐在員向けブラックベリーを日本5カメーラーを中心としたサービス、ナミメール、Wi-Fi コネクションサービス、ナミキテルの販売を中心に行ってる。事業所はニューヨーク本社、ロサンゼルスの他にワシントン DC、ホノルルにある。また子会社に米国におけるドコモの研究開発拠点である。 ドコモコミュニケーションラボラトリーズ USA、インク、本社、カリフォルニア州パロアルトがある。NTT ドコモ USA では、もともと辞書の通り、在米日本人向けに日本語での、携帯電話取り継ぎ販売サービスを実施していた。ただこれは、T モバイル、USA 社の取り継ぎサービスであった。 しかし2011年4月6日より、ドコモ USA ワイヤレスという名称でサービスを提供開始、さらに2013年10月に T-Mobile US Inc. と協業し、在米社向け携帯電話サービスドコモ USA ワイヤレスをリニューアルした新サービスの提供を開始した。新サービスの特徴は、月額使用料15ドルから利用可能な従来の通話プランに加え、音声、 データ、SMS が定額となる使い放題パックやファミリー間の通話が無料になるファミリープランなど新しい料金プラン。また、ドコモ USA が T モバイルの 4G ネットワークを使用することにより今まで以上に幅広いエリアで高速データ通信が可能になった。さらに国際ローミングサービスが世界の186の国、地域で利用できるようになった。端末では 日本でも好評を得たソニーモバイルのソニーエクスピリア、Z など、ハイエンドスマートフォンがラインナップ加わった。契約は、下記の、ドコモサポートデスクロサンゼルスと、ドコモサポートデスクニューヨーク、ドコモ USA ストアニューダージー、ドコモサポートデスクサンノゼ、ドコモサポートデスクシカゴ、ドコモアールドカウンターハワイで行うことができるほか、ホームページからも申し込みができる。 ドコモサポートデスクニューヨークは、キノク国や書店内、ドコモワールドカウンターハワイは、ワイキキショッピングプラザ内、その他は、日本食センターのショッピングセンターである、三ツはマーケットプレイス内にある。また、日本でも、ドコモ USA ワイヤレス取扱いドコモショップ、空港のドコモワールドカウンター、成田第一、成田第二、羽田、中部、関空。 ホームページで出発前に契約できる。また、日本語対応の24時間対応のコールセンターでサポートを受けることができる。なお、米国での社会保障番号や米国でのクレジットヒストリーを持たない人でもパスポートとクレジットカードで後払い契約を行うことができる。ドコモ USA ワイヤレス料金の特徴としては、日本へ向けた国際発信や 日本での国際ローミング料金が安く設定されているほか日本の固定電話向け国際発信について無料通話分を充当することできる日本の固定電話向け国際発信については国際電話料金が無料なので無料通話分超過後も米国内通話と同じ料金で電話がかけられるまた家族で複数台契約する場合などプラス15ドルを支払えば 主回線と同じ料金プランが使えるほか、無料通話分を分け合え、さらに家族間は無料で通話ができる。使い放題パックは月額65ドルで、米国内通話、データ通信、テキストメールが無制限で使え、さらに日本の固定電話向けに100分無料で通話ができる。 h t t p s w w w d o c o m o u s a w i r e l e s s c o m k a k e i t a i d e n w a 日本の携帯電話当て通話料金から1分あたり0.2ドル追加となる。その他に、ブラックベリーを使う場合は、ブラックベリー接続オプション。その他、 モバイルウェブサービスを使う場合など ISP 契約オプションが必要となる。ドコモ USA ワイヤレスにおける国際ローミングでは日本だけでなくアジア、アフリカ、オセアニア、ヨーロッパ、中東、中南米、北米など2013年10月時点で185カ国で利用が可能となってる。本サービスはドコモ USA ワイヤレスを始める前から提供されていたサービスで t モバイル USA の販売代理店として2008年11月より携帯電話端末及び携帯電話サービスの取り次ぎ販売を開始した。さらに米国時間の2009年1月20日からは月払い方式へ販売対象を拡大した携帯電話楽々購入サービス。t モバイル USA の Android、OS 搭載携帯電話やブラックベーリーを用いることにより 日本語メールの送受信も可能となっている。下記、取扱い端末参照。月額料金後払い方式、ポストペイドと、月額料金前払い方式フレックスプの両方のタイプの料金プランを用意しており、ポストペイドは、米国の SSN 及びクレジットヒストリーがなければ、契約できないが、月額料金前払いのフレックスプの場合は、 SSN がなくても日本国パスポートなどの提示で契約可能。日本語対応のオペレーターのいるコールセンターでサポートをする。購入サポートの他に料金プランの変更や携帯電話の譲渡、解約、紛失の際の T モバイル USA とのサポートといったことができ。また、米国内のドコモサポートデスクでも直接間独自で取り次ぎ販売の手続きを受けることが できるようになった。料金プランは、年間契約不要のイ分ブンモアプラスと、2年間契約のイ分ブンモアである。いずれのプランでも発信、着信相手が T モバイル USA の携帯電話であれば24時間、通話料無料になる。また、無料分数を複数回線で分け合える、ファミリープランもある。以下の料金は、年間契約不要のイ分ブンモアプラスの一例である。 ブラックベリー契約の場合は、ウェブプランが必要である。また、テキストメール無制限プランもある。大画面4インチタッチパネル搭載の、サムサンバイブラントを、2010年9月1日より、取り扱いを開始した。その他スマートフォンでは、タッチパネルとクワーティキーボードを搭載した、マイチュッチ3スライド、軽量コンパクトな、マイチュッチ 3G や、日本でも、 ドコモスマートフォンのラインアップである、ブラックベリーボールド9700、ブラックベリーカーブ9300等、ラインアップが充実している。サムサンバイブラントやマイチュッチ 3G 各機種の場合、Android マーケットより日本語アプリケーションをダウンロードすることにより、日本語入力が可能になる。また、ブラックベリーは、メニューやメールの入力等も、すべて日本語対応として販売されている。 その他、音声や SMS に特化した機種も、複数取り扱っている。直営店舗は4店舗ある。そこでは、ドコモ USA ワイヤレスや、携帯電話取り次ぎ販売サービスの店頭受付の、他に、以下のサポートも行っている。ドコモサポートデスクロサンゼルスミツは、マーケットプレイストーランス店内、21515、ウエスタンアベ、トランス、CA9501、 ドコモサポートデスクニューヨークニューヨークキノクニア書店地下1階。ドコモサポートデスクニュージャージー三つはマーケットプレイス。ニュージャージー三省堂、店内595リバーロード。エッジウォーター。NJ07020。ドコモサポートデスク三ノゼ三つはマーケットプレイス。三ノゼ店内675サラドガーベニュー。三ノゼ。CA95129。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。